やあみんな、こんにちは。どうも、くわひろです。いやー、眠たい。とても眠たい。とても眠たい。PM15 時30分、撮ってます。今日2本行こうかな、にせこいね。いやー、コメントを読んでですね、リトバスの実況してほしいと言ってる方がいるんだけども、ごめんなさい。絶対にできません。ね。事情を知ってる方はご存知かと思いますけども。まあ、絶対にできないですね。あそこね。あと、なんかいいこと忘れちゃった。ごめん。行きましょう。あ、夏コミ行くのっていうね、ネタがありますけど。まあ、多分、いるかもしれませんね。よし。簡単にだけど、掃除は完了だな。うんうん。お、綺麗になったな。今日はお玉会だね。ほら、また勝手にいなり寿司を。前にも言うたが、これはわらわに奉納された寿司じゃ。じゃからわらわが食べても何の問題はない。しかし楽よ、お主はなかなかいい男じゃの。掃除もできるし、いなり料理も上手じゃ。お主を専属のお供えシェフとして雇ってもよいぞ。なんだお供えシェフって。わらわのわらわによるわらわだけのシェフじゃ。非常に光栄な役職じゃぞ。ありがたく受けたまわれ。ちなみにお給料はいくらもらえるんでしょうかね、これね。おかわり。おか、もう子供の世話じゃねえか、ただの。まだ食うのかよ。終わりかよ、短えな。めちゃくちゃ短えよ、1分で終わった。じゃあ、それでは先に失礼させて。わかったわかったわかった。最近さ、やたらニセコイケツが出てくるからさ、俺若干楽しみにしてんだよ、今日も。週出てきてくれねえかなと思って。さっさと先に進めるわ。いや、楽しみだね。マリカをニャルコに見えるっていう人、やっぱ声かなね。でもね、あー、うまいね。あれ、小野寺行っちゃうこれ。ちょっとあれだね、小野寺ハテナしか踏んでいかないから見ないでおこうっていう人後悔しちゃうけど、小野寺行っちゃうか。ちょっと待ってよ。小野寺今50あったっけ。レタスはかす。50はない。16、全然足りねえじゃん。まあイベントだけ見てこうか。さあさあさあ、僕たちの小野寺。今日は空気が乾燥してるね。乾燥注意報が出てるってニュースでやってたよ。そんな注意報あんの。それでか、やたら喉が渇くと思ったわ。本当に飲み物が手放せないね。あら、二人とも同じお茶じゃない。仲のいいこと。よう気づくな。そりゃ気づくか。ルリちゃん。はい、かわいい、いただきました。今日のかわいい1ポイント目。そうそう、乾燥といえばね、最近いいボディミルクを作ったのよ。ボディミルクってなんだ。石鹸。ボディミルク、宮本が作ったのか。今そう言ったじゃない。いいじゃん別に。怒んなよ。すごい、ルリちゃんそんなことできるの。小先も作ってみる。材料さえ揃えれば意外なくらい簡単よ。へえ、気になる。そういうの作れるもんなんだな。知らなかったぜ。意外だね。まあ男の子は普通そうよね。なになになに、どうした小野寺。ええ、お茶。お茶、どっちがどっちのか分かんなくなっちゃった。ありがとう。ルリちゃんありがとう。え、ルリちゃんそれ分かってちゃった。分かってないか。え、あ、ほんとだ。どっちが俺のだ。いやいやいや、もうどっちでもいいじゃんって感じだけど、飲んでる量も同じなの。ふーん、確率は2分の1ね。てか分かんねえじゃん、どっちかどっちか。左。あー、ここで選択肢出てたらなんかさ、あったの、もう人関節キス的な。ルリちゃんは知ってたってことか。なんだよ。ルリちゃん、当たりよ。見てたから間違いないわ。うわ、ここでルリちゃん黙ってればさ、ねえ、どっちか分かんないからちょっとお互いドキドキしながらねえ飲めるじゃん。残念だったわね、小先。もうそういうのいいから、知ってたんなら教えてよ。当たりか。そうか、残念だね。楽、いやいや、楽ばっかりにいい思いはさせらんねえぜ。
でもラクがさ、いい思いするとなんかうちはもね、ちょっと気持ちいいんだよね。うんね、肛門行く？肛門行こうか。まだ自由な時間じゃないしね。いや、どっかでね、ん？あそこにいるのは、そのまだ踏んでないイベント行くと1万円出てくると思うんですよ。絶対出ると思うんだよね。ただそれがね、どこにあるか分かんないから難しい。己一行落命、ま、今日こそ尻尾を掴んでやる。びっくりした、尻って書いてあったからちょっと焦ったわ。またクロードか。え、また逃げんの？どうするかな。あれ、これってもしかして、おおお、これあれじゃね、違うキャラのとこちょうどいけるんじゃないの？そっちがそのつもりなら負けてられねえってなわけで、誰のとこに行こうかな。やっぱりこれさ、どうしよう。ちとげ二連ちゃんは二連ちゃんでまた違う感じになる。小野寺行くか。つぐみのリクエストもあんだけどね。まあ小野寺のリクエストもあるし、うん、とりあえずこの辺はまた出たら一応やるけど、まあ、出なかったらそのままもう買って細かく見たい人ね、買ってやってくれ。それが一番ベストな、俺としてもベストな選択肢だから。とりあえず今日は小野寺だな。またこれ逃げんなきゃいけないんだろ。降参するっていうのも面白そうだけどね。なんか降参したらしたらでさ、クロードに捕まってなんか尻展開になり、あの金髪眼鏡またつけてきやがった。ほんとしつこい野郎だぜ。しかも今度は部下まで連れて行かれ、マジで？マジで冗談じゃねえっつーの。めっちゃ気合入ってんじゃん。ここで引き下がっちゃいらんねえ。俺の青春てめえらの好きにはさせねえぜ。ラク一応青春だと思ってんだ。こんないい青春ねえぞ、二度とねえぞラク。さあ来い。クロードはこれどう？ちょうどいけない感じになってるか。いける。あ、でも無理かな。お、いけた。いけちゃった。超ショートカット、いけるもんだね意外と。ギャー。どんだけ学校じゃねえぞこれ、マジでヤクザの学校。集会場になってんじゃねえか完全に。よ、これはちょっとクロードさんやりすぎじゃないですか。しかも全員黒ずくめっていうね、怖いね。こんなん一般生徒が見たらマジでやべえって。あ、なになに、逆パターン今までと。うお、怖え。こうか。そうだね。あ、なるほど、なるほど。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。よし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 。うわー、怖い。キーッ。あれ？意外とあいつら目悪いな。まあ油断してると捕まるから、油断はしねえけどよ。さあ、ラストステージ。どうするこれは。この前いけんじゃね？あ、無理か。積み木みたいなのがあるわ。これはどうすんだ？ん？なんか、瓦礫みたいのがないと、どうしようもできねえな。瓦礫はねえぞ。今までだったら瓦礫があるんだが。あれ？ちょっと待って、クローズどうやって巻くんだ？ん？そこまでだこそ。このクローズどうすりゃいい？あ、ここに瓦礫がある。ちょっとちょっと。そこか。うわ！ギリギリを攻めていく。へっへっへっへ、ずーまみろ。ミッションクリア。このイベントがあるとさ、時間伸びるよね。一条くん、さあ来たよみんな、小野寺ファン待望の。よう小野寺。どうしたの？私に何か用？まあ特別用事ってわけじゃないんだけど、ちょっと顔が見たくなってね。たまには一緒に帰らないかなって。おー、いいじゃん。私と、なんでそんなの決まってんだろ。好きだからだよ。いや、なんとなくっていうか、やっぱ迷惑か。そんなことない、そんなことないよ。それじゃあ二人で帰りましょうか。このちょっと敬語堅苦しい感じになっちゃうとこがまたポイント高いよね。なんで敬語？ごめん緊張しちゃって。行こっか。なんだろう、もうたまんねえわ。あ、今日は少しゆっくり帰ろう。はあ、こうやってプレイしてるとやっぱ小野寺に恋してんだなってね、改めて実感しますわ。本当に
なんかときめいちゃう。ときめいちゃうね。二次元最高だな。いや、小野寺最高だな。特によ、何、用事がないならプレゼントあげよう。ここで寝てもね、特にいいイベントはないんで、どうしようかな。今まで小野寺にあげたこと、やっぱ小野寺かな。ないのかな。飛ばせない。では、どれどれ。この時期によってさ、イベントが違うのかな、ちょっとでも。どうしよう、アロマグッズあげるか。いや、携帯のストラップかな。気に入ってくれるかね。お、来た来た。いらっしゃいませ。いいね、このさ、なんつーの、バイト中の制服っていうの、なんでだろうね。まあ可愛いんですよ、まあ、ざっくり言っちゃえば、なんか本当に頭に帽子のしてるだけなんだけどこのなおさらゲームだとね、もうなんか手抜き感が半端ないぐらいポコってのしてるぐらいなんだけど、まあそれでもね、可愛いのがやっぱ小崎。一条くん。どうも小野寺。今日は和菓子を買いに。小野寺を買いに来ちゃった。いや、今回も和菓子じゃなくて、あ、2回目かやっぱり。小野寺にこれを渡そうと思って。いやいや、でもこれって買ってけ、楽、さすがによ。すごい、ちょうどこれ欲しかったんだけど。マジか。でも本当にもらっちゃっていいの。ああ、もちろん、そのために持ってきたんだから。それじゃあ俺帰るわ。あ、ちょっと待って、せっかくだしお茶とお菓子食べていって。え、そうか、それじゃあお邪魔します。日曜日、小野寺の家で楽しく過ごせたな。なんだと、畜生、行かんけどよかったああいうさ、見えないシーンだとね、やっぱ楽に独り占めされてるから。スキップしちゃうの？うちらに見えるとこでの会話は、なんつーの、俺らがやってる感あるじゃんね、俺らがやってる感やっぱいいよね。でもあい、隠れてね、こそこそすんのはよくねえよ。楽、よくねえぜ。今日はこれで終わろうかね。さあさあ、もうすぐ締め切るよ。解禁書、解禁書。放送部の力を借りて暗号で放送するから、暗号表も忘れずに持って帰ってね。よかった、シュー。あの、今日はもう、てか今日でシューの解禁書が終わるかと思ってたんだ今。よかった、よかった、本当に。よし、俺はこの子に決めた。ポケモンかよ。俺もつーか、どう考えてもジョイは 1C の女子ばっかりだろ。なんだこの集まりは。いつもの集まりだよ。もっと、ラクもこっち来て投票してくれよ。投票？投票？ぼんやり高校美少女コンテスト、かっこ秋。秋毎シーズンあるんだな。俺主催の男だけの一大イベント、もちろん女子には秘密だぜ。またくだらねえこと始めやがって、バレても知らねえぞ。こういうのはさ、あの、身内でやるもんじゃん、大体が。そのなんつうの、お泊まり、仲いい友達だけで集まって、まあお泊まり会だとかしてさ、実際さ、この学校で一番かわいいのは誰だと思うみたいな、そんな会話がまああるわけですよ。でもシュウはね、それじゃ踏みとどまらない。ああ、もう男子諸君全てにアンケート。これはね、でも気になるよねそこは俺を信用してくれ。今もこの廊下には女子が一人もいないだろう。まさかそれもお前が何とかしたのか5分やちょっとなら朝飯前だぜ。何何何、どうやってやったの。お前って変なところですごいよな。力の使い方は限りなくアホだがいや、まあ確かにな。それでは現在の中間報告を聞かせよう。おー、気になる。基本的に人気があるのは我がクラスの桐崎さん、うん、小野寺、まりかちゃんに清志郎ちゃんだ。めちゃくちゃ納得できる。おお、みんなさすがだな。いや、もう完璧ですよね。で、瑠璃ちゃんいないじゃん。やっぱりうちのクラスは恵まれてるよな。学校でも屈指の美少女が集まってるんだからさ。美少女っていうとやっぱちとげに軍配が上がるかな。だね、美少女っていう感じだとね。ちなみにまさかの大穴として、まりかちゃんの付き人である本田さん、そして担任の京子ちゃんにも票が入ってるぜ。なんでだよ京子ちゃんまだわかる、本田さんな、え
あとさりげなくルギちゃんにも支持者が結構いる。マジかマジか。なかなかマニアックな奴らも多いってことだな。なんかシュウ自分じゃなくて、お前本人に聞かれたら殺されるぞ。またラグはフラグを立てていく。でお前は誰に入れるの。え俺、お前の分の投票用紙も用意したからぜひ書いてくれ。無記名投票で大丈夫だぞ。うわ怖いな。こういうイベントは一人でも参加者が多い方が盛り上がるからな。頼むよ。そうだな、俺なら。げえ、ここで選択か。チトゲかな。素直に行くんだったらチトゲ、ひねくれるんだったらつぐみ。もうなんか誰でも一緒な気がするけどね、結果は。あ、でもどうなんだろう。チトゲに入れたらチトゲ出てきてっていう感じになるのかな。チトゲ。なんだかんだであいつも黙ってたら美人だしな。一応恋人ってことになってるし、ここは素直に投票してやるか。よし、かけたぞ。シュねえ、何やってるの。なんで今日に限ってルリちゃんじゃなくてチトゲなの。あー、これ選んだやつが、選んだガールが来るのか。そうかそうか、ちょっと女寺気になるな。つぐみもマリコも気になるな。チトゲ。何その紙、なんか書いてあるの。書いてない書いてない書いてない。いや、あ、これはその、総員退避退避撤退だなあ、ちょっと待て、俺も行く。あ、ちょっと待ちなさいよ。もう一体何なのよ。しかもラクってば、さっきの紙を落としてるし。何何、ラクをやらかしてるよ。美少女コンテスト。くだらないわね。でもこれポイント上がるよな。ってこれ私の名前が書いてあるじゃない。あいつ私のことそんな風に見てくれてたの。いやいや、そんなわけないわよね。何言ってるのかしら私ったら。これは多分一応恋人だから私に入れただけよね。そうに決まってるわよね。いやー、こういう感じで見れるんだ。俺もしかして1年前もチトゲ選んでんじゃねえのこれ。あのね、人間ってそうそう変われないってね、分かりました。1年前から見てくれてるね、リスナーちゃんもいるんですよ。で、今も見てくれてて、で、さらにもう一回ニセコイ見てくれてて、で、コメントもくれてて、でね、1年前と変わってないねとか、同じこと言ってるねとか、選択肢同じの選んでるねとかさ、書いてあるとね、いやー、そうか、俺1年経っても、何も変わってねえんだが何もってことはないかもしれないけど、芯は変わってないんだなと。ね、人間ってやっぱそうそう簡単に変われないらしいわ。変わりたいと思ってもね、やっぱ変われない。自分を認めることがね、一番大切なんじゃないかなと。何を言ってるんだ俺は今。なんかすげえいいこと言ってる？あ、そうでもない？てへ。じゃあね、また夕方、これ多分夕方ぐらいに上がってるけど、夜にまた。あげると思います。うん。ペースが早いのは。うん。ね。そろそろ、次の作品、ギャルゲーをやらなきゃいけないというね、あれがあるんで、早めております。実は。それでは次回もよろしく。バイバイ。